はい、皆様、お集まりいただき誠にありがとうございました。今のは佐藤企画支部長ですけれども、あれ、とうとう私の応援はしないのかなって心配しておりましたら、最後の最後で一言応援してくれまして、誠に、ありがたく思います。チラシにですね、皇室団系維持であるとか、夫婦別姓反対であるとか、私は書かなかったんですけれども、日本人なら、そんなの当たり前のことですよね。そんな書くまでもないことでありますよね。あとですね、外国人参政権反対なんかもチラシには書きませんでしたけれども、そんなのは日本人として当たり前のことですよね。これに反対する人は非国民かなって思ってますけど、これは今言っちゃいけない言葉なんでしょうか、YouTube 的にはまずい言葉なんでしょうか、文字通り非国民の場合もありますけれども、C 和夫さんみたいにですね、純粋な日本人なんだけれども、どうも日本人っぽくないな、中身は日本人じゃないな、こういう非国民も私はいると思います。あとですね、竹島の奪還、北方領土の奪還、拉致被害者の奪還なんかもですね、チラシには書きませんでした。日本人だったら当たり前ですもんね、そんなのね。何度か池袋で拉致被害者奪還署名というのを実施いたしまして、大勢の方にお集まりいただきましたけれども、正直ですね、憲法9条をなくして、武力で北朝鮮を脅せるようにならないとなかなか奪還は難しいのかなと考えております。署名活動など無駄とは全然言いませんけれども、私自身も一生懸命やっておりますけれども、例えばですが、憲法9条を廃止いたしまして、誘拐した日本人を全員返せ、さもなくばミサイルを撃ち込むと脅せば1週間ぐらいで帰ってくるんじゃないでしょうか。外交のアメとムチ、日本は9条があるがためにアメしか使えないのであります。アメだけしゃぶらせても拉致被害者は帰ってまいりません。人も同じように国も言っても上がんない国ってあるんですよね。そういうやつらは殴らないといけません。こちらの言うことが伝わりません。中にはですね、殴っても分かんない国っていうのがありますけれども、何やらこう慰安婦像ですか、せっせと始まってるような、殴っても全然何も分からないって国もたまにはあるんですけれども、拉致被害者、竹島、北方領土を取り返す鍵は9条の廃止だと私は思っております。外交ですから機嫌を取ってばっかじゃダメなんですよ。たまにはガツンと脅すであるとか、やっつけるであるとかしないといけません。殴んないと分かんない国もあるのでございます。今回ウクライナを侵攻したロシアなんかもですね、多分殴っても分かんない国じゃないかなって思うんですけれども、あんなにひどい目に遭っていてもですね、全く侵略をやめようとしないのは多分トップの大統領が合理的な判断をできなくなっているんだと思います。私は日本人は全員親戚で、それがゆえに統率が取れた行動できると思っておりますので、親戚じゃない人に対して話せばわかるであるとはですね、譲歩すれば察してくれるなんていう甘っちょろい考えは持っておりません。言葉も違うんですから、親戚でもないんですから、言わなくても分かってもらえるは親戚同士の日本人の中だけで通用する甘えであります。ですので9条なんてものは素早く破棄もしくは停止してですね、言っても分かんない国を殴りつけられるようにすべきであると私は思っております。街宣車のですねアナウンスをですね、9条停止核武装というのにいたしました。運転手のたっくんは核武装のとこで毎回そうだって言うんですけども、だいぶ喜んでくれたようで、もうちょっと核武装っていうのを増やそうかな。 NHK スクランブル核武装とかですね、移民反対核武装とか、デスマスの代わりに語尾に必ず核武装をつけようかな、なんて思っております。共産党や立憲民主党は平和のために核放棄なんて言っておりますけれども、私は逆だと思いますよ。日本人の平和のために核武装しましょう。これのどこがおかしいんでしょうか。どなたか反論してもらいたいものであります。ウクライナの侵略で今回世界中が知ったことは一つ、核兵器を持っていない国は攻められる。もう一つ、同盟していない国は攻められるであります。日本の場合はアメリカと同盟しておりますけれども、この上核兵器を持てばもっともっと安全に平和に暮らせるんではないか。ですので日本人の平和のために核武装をしましょう。私は今後こう言おうかなと思っております。それとですね、共産党なんかはですね、唯一の被爆国日本は核兵器は持っちゃいけないとか言うんですけど、それってどういう理屈なのか不思議じゃありませんか。唯一の被爆国日本はもう二度と落とされないように核武装すべきであります。全く逆のことを言ってるのは共産党であります。あいつらはですね、日本を人民軍に侵略してほしくてほしくてたまんないんですよ。ですんで9条は守れ、核武装はすんな、核の研究につながる原発は停止しろ、こんなことばっかり言っております。私は連中をですね、外観誘致主義者と呼んでおります。敗北主義者とも申します。はっきり言って人らスパイ防止法さえあればたちまち逮捕されるようなことをゆったりやったりしているのに野放しと、先生と呼ばれてえばっておると。9条なんてものは日本にしかありませんけれども、スパイ防止法がない国も日本だけであります。この世界唯一何々っていう特徴が日本は多すぎます。スパイ防止法がない、9条なんていうバカな法律がある、世界6位の実力を持つ自衛隊を軍とは呼ばない、こんなおかしな国は日本だけであります。私は日本をスの国にしたいと思います。皆様お力をお貸しください。今日は大勢の方にお集まりいただき誠にありがとうございました。これからですね、南口に行ってですね、また始めますんで、お暇なお時間ある方は、また聞きにいらしてください。よろしくお願いします。